オーランドは1928年に出版されたバージニア・ウルフの小説である。自らの恋人であったイギリスの詩人ビタサック・ビルイコール・ウェストをモデルとした反電気的な物語で難解でアバンギャルドなものが多いとされるウルフの作品の中では比較的読みやすい作品であると言える。本作で用いられる文体は後の女性文学、特にジェンダー研究や トランスジェンダー研究の分野に多大な影響を与えた。主人公の青年貴族オーランドーはエリザベス一世統治下のイギリスで生まれ、その美貌から女王の寵愛を受けて育つ。女王の死後、オーランドーはロシアの王女サーシャに恋に落ちる。サーシャとの恋模様は1608年のロンドン大観派が背景にある。サーシャに裏切られ心を痛めたオーランドーは、 未完成のままだった刺繍ザ・オーク・ツリーの制作活動に再び吹ける。作詞活動をする中で、ニコラス・グリーンをはじめ当時の有名な詩人たちとの交流を楽しむようになる。その後詩人としての挫折を経たオーランドは、チャールズ2世紀の使命で、コンスタンティノープルに渡り、トルコ大使として政務に努めるが、暴動の最中に7日間の昏睡状態に陥ることとなる。 眠りから覚めたオーランドーは、自らの体が女性に変身していることに気づく。そして女性に生まれ変わったオーランドーは、密かにジプシーとの生活を送るようになるが、貴族として贅沢な暮らしを送ってきた彼女とって、ジプシーの生活様式は相入れず、再びイギリスに戻ることとなる。公開中、女性用の洋服を着用しなければならないことや、 彼女に恋に落ちた船員とのやりとりを通じて、オーランドは、自らが女性に変身したことを自覚し、女性であることの喜びを覚える。そして、18世紀、19世紀のイギリス社交界に、前戻ったオーランドは、数世紀越しの刺繍ザ・オーク・ツリーで賞を取る。文学的に成功し、女性としての地位も築いたオーランドは、結婚、出産を経験し、女性として、余生を送る。 オーランドは多数の学術論文で研究対象とされており注釈付きバージョンも発表されている。女性の作家がジェンダーを直接的に扱った作品としてオーランドの題名は女性文学史においてその名を馳せている。その一例としてブリテン諸島ではその名を冠したプロジェクトが行われている。ビタサックビルイコールウェストの子息であるナイジェル・ニコルソンはこの作品を 文学界において最も長く魅力的なラブレターと評した。この作品は舞台化、映画化されている。ありがとうございます。